下川さん。はい。あの、アルセイヌ君も花ちゃん使っているんですよ。花ちゃんがついに気づいたか、みんな。気づいてるか、花ちゃんの可愛さ。花ちゃん。圧倒的だからね、この子の可愛さは本当に。飛び抜けて可愛いからね。なのに、マジでさ、衣装とかも全然なんか選抜されないし。しかもなんかね、新衣装とかちょっと違うんだよね。そうなの、水着とか違うんだよね。最初のこの、素朴ハラちゃんが一番可愛いんだよね。可愛いんだよね。あの、二宮花ちゃんってわかるか、あの、ベレー帽のさ、花だと思ったこの字が、失礼しました。パネルにさ、なんか似てるやつ、あの、ベレー帽の。こっちだ。この子ズバ抜けてるからね、ジャンタマキャラで。うん、なるほど。可愛いのに。どんな渋川さんと私以外この子可愛いって言ってるの一人も見たくない。おかしいんだよな。そうなんだ。でもアルセイヌさんが、そう。ハナちゃんに気づいた。ハナちゃん推しいると思ってさ。あれ？あれ？僕もアルセさんやった時こっちの北見さんだった気がしたんだ。え？え？あれ？だから僕もしかして卒業したあの人あれ、うん、あれ卒業した違いかもしれないですけど誰かこれだえこの前見た時花ちゃん使ってたから花ちゃん好きなんだと思ってたのにあれそんなことある気のせいかないやもしかしたらもしかしたらですが花さんを花さんになってたかもしれないですねもしかしたら花ちゃん使ってたよねあそうだツナッチも花ちゃん推しだったそうだそうだやっとツナカワさんはなんかいろんな人をしてるからちょっと浮気症なんだよな普通にそうなんですね、ククは穴に使うんだっけ確かに僕ずっとあのまだ誰にしようかなってなりつつもあのまだ決まってないあのちょっとハリネズミのお方をいつも使ってますね一番最初にいらっしゃる二階堂さんかなあー初期キャラね初期です初期キャラのね、うん、そうですあちゃんとか全然引いてないまだ全然などうしようかなってやつあ少年キャラ結構いるからねなので僕も気になってますコードギアスは見たことあるのコードギアスは歌だけ知ってる状態であーなるほど どうしようかなって思ってるんですよね、うん、ゴードギアスを やるべきなのかっていうのとまあどちらかというとこの辺になんかいい人いないかなコードギアスもガチャ回すついでにね出たりするしあそうなのか、うん、この中からそのガチャがやったとき出るんだそう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 出る出るコーギアスだけじゃないえクックンは男性キャラと女性キャラどっち使ってやりたい どちらかというと男性キャラ使いたいあれにしようよあのクックンあのプワーンプワーンデザレえ誰ジョセフプワーンそうジョセフジョセフはやばいよクックンマジでジョセフどれだジョセフジョセフっていうね本当に一番不人気キャラがいて、うんはい、不人気かなあ、ジョセフさんだはいそう、これもすごいから、このキャラ。かっこいいんだけど、本当に。見た目もかっこいいし、声もかっこいいんだけど、ね。確かに、いいじゃないですか。えめちゃくちゃびっくりするんだよ。めちゃくちゃびっくりする。めっちゃうるさいんだよね、彼だけ。すごいな、なんかポンするときとか、プワーンプワーンするときとか、ルワーンみたいなもの、すごいんだよね。なんかみんなもう、ジャンタを慣れてる人は、ジョセフだけ音声ミュートにしてるみたいな。そうなの、ちょっと聞いてます。ちょっと、なんか。リーチするときとか、ルワーンめちゃくちゃうるさい、マジで。びっくりするんだよ、本当にすごいんだよ、このキャラ、本当に。ジャンタマユーザーの9割はこのキャラをミュートにしているっていう。かっこいいんだけど、かっこいいんだけど、うるさすぎるんで。すごいびっくりせいで、ポンされた時にビクーってなるもん、毎回。ビクーパカ使っててかっこいいんだけどね。そう、見た目超かっこいいしね、声もいいんだけどね。多分、あの、声が低いのもあって、さらに響くんでしょうね。そう。そう、毎回ビクーってなる。うん、これ使ってたら面白いよね、うん。もう今サンプルさんの最後の方を聞いたらあーってなりました。そう。確かにってなる声。こんだけ繋いでるのに来ないのか彼は。本当だな。ねるちゃんどうなってるんだ。ラインすら来ないな。こんなに頑張って繋いでるんだうちらは。ね、大変だろ。フル。先やってるか、うん、先に。やり始めると来るんだよこういうのって。じゃあもう一旦あれやるか。あれとは3人麻雀まずやってみる。わーい。参りますか。
今日は3人のコラボということでね、楽しくやっていきましょう。3人のコラボだ。あら、ほら始まったら来た、やっぱり。え、来たの？ちょっと、今、歩いてるんですけど。歩いてるんですけど。歩いてる。いや、さっき終わったんですよ、試合が。お疲れ。お疲れ様です。はい。絶対に普通でやったら23時間に合わないよね。いや、間に合います。間に合います。お前やってないから。間に合います。いや、もう今参加しろって言うんだったら、もう今もう見つかりながら俺もう第一つも積もるから。そんなとしても10分遅れてるから。片付けない、片付けない、片付けない。スタートして、これもうもしかして配信始まってる？そりゃそう、当たり前だよ。23時からだからね。気づいちゃった？確かに、なんか俺 M リーグまだやってんだから遅れるんだから察せよみたいな感じで、ちょっと何も言わずにここまで来てしまった。 M リーグは終わってたからね、とっくに。今日は早かったから。いやでも俺見てくれ、俺は本当全員捨てて、もう誰一人構わずスタジオを後にしたんだ。それはすごい。ありがとう。お疲れ様、お疲れ様、お疲れ様って言って。あ、すいません。挨拶は欠かさず。なるほど。挨拶。そう、知らんと帰る。風の音がゴーゴー聞こえてくるね。ごめん、じゃあちょっと待って、あとね、5分後に、もう家つり、5分後に対局スタートできるんで、もう。大丈夫、今サンマしてるから、大丈夫。今サンマしてるから、ゆっくりしてて。じゃあ、10分後、え、その対局、そのサンマいつ終わるんですか？今始まった。まあでもサンバだから10分15分で終わると思うから。むしろ俺待つってこと？え、むしろ俺待つってこと？待って待ってくれる、終わるまで。ちょっと待ってて、待っててね。じゃあちょっと家着いたらもう一回通話入ります。はい、じゃあね。ごめんなさい。はい、歩いてるナウだった。おいおい、まだ終わんねえのか。あー、来た。トン一曲やってます、ただいま。トン一曲、いつまで待たせんだよ。トン一曲です。ヘイだ。あー、ずるいよ。ツボだ。ずるいよ。バイマンだ。裏ドラに急走がいたら大変だよ。あー、ダメだ、バイマンだ。そらずるいよ。ドラがいっぱいだ。強い。ぐんぬんぬんぬ、まだ？え？いやいや、今楽しんでるとこだから、今みんなで。まだ暇な人いるね。これ3人なん半ちゃん？聞いた？聞いた？いや、だっていなかったんだわ、あなた。もういつ帰ってくるかわかんないから、しょうがないよね。だって LINE すら来ないからさ、これ相当遅いんだろうな。本南戦で南でのんびりやろうとね。ごめん、めちゃくちゃこっち試合に手に汗握って、ごめん、ちょっと連絡を。今日暑かったから。試合はとっくに終わってたんだよ、何度も言うように。試合は終わってたんだよ。試合終わってたし、あのさ、あれもあのアベマズの動画も全部上がってたからさ。試合中だったらこっちもね、そりゃあれだけど、とっくに終わってたんだよ、もう手に汗握るやつは。え、もう、もうやめようよ、そういうの、なんか。攻めるの。攻めるのよ。悲しいもんね、そんなね。攻めるのやめてよ。攻めるのね、悲しいからね。だから何にもなるよっていうことだよ、そりゃ。まあ、確かにそうだね。